去り際のロキ殿の表情、まるでもう二度と会えぬかのようだ。一体何をやり遂げようとしているのか、ロキ殿を探し出し真意を問わねば。敵の中にはロキ殿の行方を知る者もいるはず。確かめねば。なんだ敵か。ロキ殿はどこにおられる。ロキだと知らないな。なぜここに敵が。ロキ殿の居場所をご存知か。お聞かせ願いたい。知らねえな。どこかで貴様らを滅ぼす算段でもしてるはずさ。早く追いつかねば。他の場所も探してみよう。さすがです。あなたならばと思っておりました。力を示す。奇襲か。迎撃せよ。ロキ殿を探している。居場所を教えていただこう。知らねえよ。知っていても敵に教えやしないがな。ここでもなかったか。ロキ殿、一体どこに。さすがです。あなたならばと思っておりました。貴様敵軍か。のこのこ入り込むとはいい度胸だ。ロキ殿は今どこに。お答えいただこう。俺とて命の惜しい。ここを知るしかないか。ロキは中央の拠点にいるはずだ。さっきそちらへ向かうのを見たからな。こちらにロキ殿。かたじけない。我らの力を示すのだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。この戦場俺が混沌に飲み込んでやる。まさか私を追ってきたというのか。ざわめしな。その程度の数ここまで乗り込んでくるとはちょうどいい。ロキ怪物どもに使う奴らを始末してみせる。できないのか。ならばいい。怪物ども、侵入者を迎えろ。さすがです。あなたならばと思っておりました。ゾンが粘るもんだ。ならばこれはどうだ。さすがです。あなたならばと思っておりました。
これは兄上、それに親方様。遅れは取らん。カインの虎噛みついちゃうよ。ここは譲れない。いざ参る。これは兄上や親方様ではない、ただの幻なんだが、それでもお前たちの底力存分に見せる。行け、奴らの望みを断ち切るの。このままでは共に堂々進まん。おせっかいをする。大切な友を死ぬ言いやる。この痛みを私は知っている。もう二度と同じ過ちは犯せない。金継ぐ殿の強さは義に根ざしているのだな。こんなところで死ぬ気なのか、雪村。君がそのつもりだとしても私がさせはしない。ロキ殿、お会いできてよかった。あなたともう一度話がしたかったのです。ああ、私もだよ。だが今はこの状況をどうにかすることを考えよう。遅れは取らん。力を示す。やはり前にも絶望を与える。こっちから生きて帰れるとは。この数の怪物とても相手にはできず、敵の少ない道を選び父を抜け出そう。はい、共に参りましょう。ロキ殿、いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。滅びの恐怖存分に味わえ。でええか、ただ無駄だ。我が槍に迷いはない。海の輩に直江兼次が相手だ。力を示す。戦おう。さすがです。あなたならばと思っておりました。我が合流北斗を味わえ。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。戦おう。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。怪物が、だが我らに力を合わせれば必ずや。だが雪村、君と私ならきっとこの死地を切り抜けられる。さあ、我らにあだなす愚か者を葬り去るぞ。あれは三成殿の幻影か。兄上や親方様だけでなく三成殿まで目障りなのだよ。早々にお引き取り願う。さあ、かき乱してやろう。そしてライの谷に。まさに無双と呼ぶにふさわしい力だね。オーディンの危機として飛びつきそうだ。
ロキ殿と共に戦えることを嬉しく思います。ですがこのままとあなたは主を裏切ることに。ロキ殿、本当に良いのですか？主を裏切るのはどうということもないさ。友を失う痛みに比べれば。金粒殿の強さは義に根ざしているのだな。無駄だオーディン、もうその手は通じぬ。砕け散れ。本田平八郎を戦わせた押してまいる。道は開けた。手は取らん。覚悟せよ。気概を見せん。雪村、あと少しだ。ここさえ抜ければなんとか逃げ切れる。ロキ殿と二人なら必ずや。さあ共に参りましょう。そう簡単に逃がすとは。滅びの時だ。いつもながら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな、ね。